皆さん、こんにちは。昨年は3位に沈んでしまい、今季は何が何でも優勝するという気迫を見せている福岡ソフトバンクホークス。そんなホークスが新たな試みとしてアフリカの選手のトライアウトを実施し、大きな話題となっています。 NPB 初の試みとなるこのトライアウトですが、同時に賛否も分かれている様子。果たしてこのトライアウトの狙いとは。そこで今回はホークスが実施したアフリカ選手のトライアウトについてご紹介していきます。先日20日から行われているこのトライアウト、プロ野球界初のこの試みは、ファーム本拠地ホークスベースボールパーク筑後で C 組春季キャンプ場にて行われており、現在ウガンダ出身の17歳エドリン加藤投手と、南スーダン出身の16歳ジョセフ・デントン投手の2人が25日まで C 組の選手たちに混じって練習に参加しているといいます。これまでソフトバンクは即戦力補強以外にも、キューバやドミニカ共和国などから若手を育成選手として獲得しており、外国人選手も自チームで育成する試みを続けています。2021年には16歳の外国人選手を獲得するなど、若い選手でも見込みがあれば獲得しており、球界を代表する投手になったリバン・モイネロ投手ももともとは育成選手で、現在も育成外国人選手が7人在籍しています。とはいえアフリカ圏は未開の地でトライアウトを行うのは初めてのことです。 NPB に所属したことのあるアフリカ大陸出身選手は過去にもいましたが、米マイナーリーグを経てからの加入でした。米球界を経ずに NPB にやってくるとなれば、球界としても初めてのことになります。でも一体なぜソフトバンクはアフリカ圏に限定して選手の調査トライアウトに至ったのでしょうか。松本雄一球団統括本部編成育成本部国際部部長は、世界一強いチームを作ろうということで、世界中にいる才能のある選手をうちのファームシステムに入れてチームを強くしたいという狙いですと説明しています。昨年松本氏は嘉数俊 GM 補佐とともにヨーロッパアフリカで視察を行ったそうです。実はアフリカ、近年ではドジャースと4人、パイレーツと1人が契約するなど、ウガンダからメジャー球団との契約を勝ち取った選手が増えています。松本氏によると、伸び率がすごいんですよ。140キロちょっとしか出ていなかったピッチャーが1年で160キロ投げるようになったと、ポテンシャルの高い選手が多くいると話します。世界一の球団を目指しているソフトバンクにとっては、いい選手がいれば地域を選ばず世界全体に視野を広げたいと考えています。松本氏もいい素材の人がいたら連れてこないと、アメリカから即戦力を連れてくるって本当に難しいんですよ。一流選手となると年俸の差が激しい、だからこういった選手をちゃんと育てられたら大変なことになると展望を語っています。ウガンダから選手が最初に来日したのは2012年だといいます。関西独立リーグの兵庫ブレイバーズに加入して以降、ウガンダから来日した6選手が同球団でプレー。今回トライアウトを受験している加藤選手も同球団に所属中の選手ですが、これまでウガンダ出身選手が NPB 球団に入団した例はなく、入団が決まれば初めてのこととなります。今回のトライアウトに参加している加藤選手は、兵庫ブレイバーズで今年が3シーズン目となる選手。高い身体能力を生かしたまっすぐや身体のキレが特徴の左腕で、モイネロ選手に憧れているとのこと。南スーダン出身のデンは松本氏が視察した際に、ちょっと目立っていた、現在地がどうというよりも将来ウガンダの佐々木朗希みたいになりそうなサイズ感といい、体の柔らかさといい、ポテンシャルがすごいなと思ったので、ぜひ日本でも見させてもらいたいと思ってと惚れ込んだ素材だと明かしています。このように素材界という意味でも行われているこのトライアウト、とはいえこの試み賛否が分かれているようで、どうせ獲得しても育てられない、ただでさえ選手多いのに獲得してどうなるのかといった話が出ている様子。また外国人の見る目もないじゃないかと、近年自前で獲得した外国人選手が全く活躍できていないこともあって、懐疑的な意見が目立っています。確かにホークスは外国人選手の発掘は苦手かもしれませんが、先日した通りモイネロ選手など育成から這い上がった選手もいますし、
グラシアル選手やミランダ選手、最近ではスチュワート・ジュニア選手など、ある程度育った選手もいました。育成面では問題はないかもしれません。ただ、枠の問題についてはファンの言う通り、悩みどころではありますが、自前で助っ人を育てるとなれば、そもそも外国人選手の獲得に動く必要もないですし、そのあたりも心配はないのかなと思います。他の選手との枠については、競争すればいいだけですし、そこに負ければ放出されるだけ。今でこそ大型補強を連発しているホークスですが、根っこは自前の選手だけで土台やシステムを作り、強豪チームとして君臨したいという思いがあるようですし、あとは球団がどう判断していくかでしょう。またこの試みは球団だけでなく選手にとってもありがたいものと言えます。ウガンダやアフリカは社会情勢が大きく影響して野球を続けられる環境ではないと言います。兵庫ブレイバーズでコーディネーターを務める田中克久氏は、大人になって野球を遊びでできるほど豊かではないので、職業にできるか辞めるかという選択を若い時期に迫られるんですと話します。先日した参加者の加藤選手は、現在も決して高くはない給料の中からウガンダの家族に仕送りをしているといいます。伝の南スーダンは各地で紛争が起き、政情不安、食料不足など数多くの問題があり、国内外に避難民がおり、ウガンダに避難して野球を続けている伝選手は、ママの生活を良くしてあげたいと、南スーダンに残る母のために野球で成功したいと夢を持っているそうです。活躍してウガンダにいる家族を幸せにしたいとか、いい思いさせたいという思いが強いですね。自分よりも自分がお金を稼いで次どうしたいかって言えるのが発展途上国の子たちなのかもしれないです。ご飯もちゃんと食べられない国なので、と田中氏は彼らの思いを代弁しており、あたりの本人たちはジャパニーズドリームをつかむべく意気込んでいる様子。実はウガンダの野球は近年目覚ましい発展を遂げ、アフリカの大会でも結果を残しています。ただお金がなくて勝ち上がっても遠征に行けないんです。去年もアンダー18とアンダー15で女子ソフトボールで優勝して、台湾で行われたアンダー18のワールドカップにも出る予定だったのですが、お金がなくて棄権したんですという苦しい財政状況にあるそうです。環境が整った日本で夢をつかみたいという選手たちの思いと、世界一のチームを目指す球団の思惑が合致したとも言えますし、ソフトバンクの新たな試みが世界中の野球選手の夢となるかもしれません。そしてこの試みが成功すれば、ソフトバンクだけでなく他球団もアフリカに目を向けて選手獲得が増えていく可能性があります。世界中で野球を広めるという点ではこの試みは素晴らしいと言えますし、才能ある選手を消さずに済む点は野球界にとっても大きなメリットと言えます。近年ではアフリカの青年が投球映像や練習映像を撮影して SNS 投稿し、どこか獲得してくれないかと自ら売り出していることもあり、実際映像を見るときちんとした環境で育成できれば化けそうな人物は多くいます。もともと身体能力が高い人が多い国ですし、この試みを機に多くの夢を持つ人たちが報われるといいですね。果たしてこのトライアウトからスター選手誕生となるのか、今後に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。